おはようございます。実はこれが一昨日来て、昨日セットアップして、あの音楽を。昨日からちょっと B. G. M. 流して聞いてます。名前を言うと反応してしまうので。<laughs> でも、まあ、あの、私の望む音楽がかからないことも多々あって。これからちゃんと使いこなしていこうかなと思ってますけど。あの。一人で住んでるから。 たまにこの子とお話ししてもいいかな？とはちょっと思いましたね。誰とも喋らない日が。たまにあるので、そういう時はこう。この子とちょっとお話しするっていう習慣をつけても、年と年寄りにはいいかもしれないなっていうのを思ってます。それと、まあ、私はあの bgm をちょっとかけてこう。 いろいろなことをしながらやりたいなと思ってるので、まあ、そういう意味ではお値段もそんなにしなかった定価が五千あ定価とか一応楽天で5500円であの実質私は500円で買ったんですけれどもその5500円にしては、まあ、あのスピーカーを買ったと思えばあいいかなと思ってあのこの今にあったラジオをちょっとこれで処分しようかなと思ってます。多分これででもラジオは聞けるみたいなのであのあ コンパクトになったからよかったなと思ってアレクサ音楽かけてアマゾンミュージックでおすすめの J ロックステーションを再生しますアレクサクリスマスソングかけてアマゾンミュージックでオールクリスマスステーションを再生します so, ボリューム下げて アレクサボリューム下げてま,まあこんな風にあに使っていくのにちょうど私のおもちゃとしていいクリスマスプレゼントだったなと思ってます。はい、今日は日曜日で皆さん、まあ、楽しい一日を過ごしてくださいいい一日にしてください。またた明日ね今日ね今はここんなところでした